皆さんこんにちは。今回の思想のクロスロードはアニメーションの巨匠宮崎駿が作品を通じて伝え続けてきた7つのルールについて深く掘り下げていきます。ただのアニメではなく、彼の作品には人間の本質や自然との共生、そして人生の哲学が詰まっています。もののけ姫や千と千尋の神隠しなど、世界中で愛され続ける彼の作品の裏側にある考え方とは一体何なのか、この動画を通して宮崎駿の作品に秘められたメッセージを一緒に探っていきましょう。それでは始めていきます。1. 自然との共生と調和。宮崎駿の作品には自然と人間の調和がテーマとして頻繁に登場します。隣のトトロやもののけ姫では自然の美しさとそのものさが描かれています。彼は自然保護活動にも積極的に関与しており、スタジオジブリの設立にもその理念が反映されています。もののけ姫で描かれる自然神と人間の対立は、自然の力強さと人間の利己主義がいかに共存しうるかを深く考察しています。これは宮崎自身が幼少期から自然を愛し、その保護に強い関心を抱いていたことに由来します。学びのポイント。日常生活の中で自然とのつながりを意識し、環境に配慮した行動をとることができます。例えば、自然に感謝する気持ちを持ち、リサイクルやエコ活動に積極的に参加することが、自然との調和を日々の生活に取り入れる一歩です。 2. 徹底したリサーチと現実への忠実さ。宮崎駿は作品制作において徹底したリサーチを行い、現実のディテールを重視します。風立ちぬでは堀越二郎の人生や当時の技術革新について詳細に調査し、その時代のリアリティを作品に反映させました。堀越二郎の設計した飛行機のディテールや、昭和初期の日本の社会情勢を描く際には歴史資料や写真を何度も確認し、作品にリアルな質感を持たせました。学びのポイント。物事に対して真摯に取り組む姿勢を学び、自分の仕事やプロジェクトにおいても徹底したリサーチを心がけることで、より質の高い成果を生み出せます。現実世界の詳細を大切にし、適切な情報収集と分析を行うことが成功への鍵です。 3. キャラクターの多面性と複雑さの追求。宮崎駿のキャラクターは単純な善悪ではなく、多面的で複雑な動機を持っています。千と千尋の神隠しの湯婆婆やもののけ姫の烏帽子の善などがその例です。彼は人間の本質を深く理解し、その複雑さを視聴者に伝えています。湯婆婆は厳しいながらもどこか人間らしさが感じられるキャラクターであり、彼女の行動は単なる悪役として描かれていません。これにより視聴者は彼女を単純に憎むのではなく、彼女の背後にある事情や動機を理解しようとします。学びのポイント。他者の行動や性格を一面的に捉えるのではなく、その背景や動機を考えることで、より深い人間関係を築くことができます。日常の人間関係でも、相手の多面性を理解し、柔軟な思考で接することが大切です。4. 子供の視点を尊重する。宮崎駿は子供の視点や感性を大切にし、作品に反映させています。千と千尋の神隠しの千尋の成長物語はその典型であり、子供たちに対する深い理解と共感を示しています。千と千尋の神隠しでは、千尋が未知の世界で成長していく姿が描かれます。彼女が直面する不安や恐れ、そしてそれを乗り越える強さは、多くの視聴者に共感を呼び起こします。学びのポイント。日常生活でも子供の目線や感性を尊重し、彼らの成長を見守ることが大切です。子供たちと接する際は、彼らの感情や考えを理解し、温かいサポートを提供することで、彼らの成長を支えることができます。 5. 技術革新と伝統の融合。宮崎駿は伝統的な手法と最新の技術を組み合わせ、作品に新たな価値を創出しています。風の谷のナウシャでは、手書きアニメーションの温かみを保ちながら、最新技術を駆使して壮大な世界観を表現しました。同作では、従来のアニメーション技術を超えた表現が試みられ、背景美術や動きに新しい技術が導入されました。それでも、作品全体としては伝統的なアニメーションの温かみが維持されています。学びのポイント。自分の仕事や趣味においても、伝統を大切にしつつ、新しい技術やアイデアを取り入れることで、革新的な成果を生み出すことができます。新しい技術や方法を学び、実践することで、個人のスキルやプロジェクトがさらに進化します。6. 時間を超えたテーマの選択。彼の作品には普遍的なテーマが多く、時代を超えて共感を呼び起こします。紅の豚では戦争とその悲劇が描かれ、普遍的な価値観を持つ作品として評価されています。紅の豚は戦争の無意味さとそれに伴う人間の苦しみを描きながらも、ユーモアと人間らしさを忘れない作品です。このテーマは時代を超えて多くの人々の共感を呼び起こしました。
学びのポイント。普遍的な価値観やテーマを追求することで、時代に左右されない普遍的な成功や共感を得ることができます。日常の選択や行動においても、短期的な利益ではなく長期的な価値を見据える視点を持つことが大切です。7、自己の哲学の反映。宮崎駿は自身の哲学や価値観を作品に反映させています。もののけ姫の人間と自然の対立は彼の哲学が強く反映されたテーマであり、視聴者に深い思考を促します。もののけ姫では人間と自然の共存の難しさが描かれており、これは宮崎駿が長年抱いてきた自然への深い敬意と継承の表れです。彼の作品を通じて視聴者は自らの生き方を見つめ直す機会を得ます。学びのポイント。自分自身の信念や哲学を持ち、それを日々の生活や仕事に反映させることが重要です。他者に流されず、自分の価値観を大切にし、それを表現することで、より意義深い人生を築くことができます。皆さんは宮崎駿の作品や彼の人生哲学からどのような気づきや学びを得ましたか？コメント欄でぜひシェアしてください。他の視聴者とともに宮崎駿の世界をさらに深く掘り下げていきましょう。